こんにちは。昨晩の FX のエントリーについてですけども131円前後でエントリーできたところまでは良かったんですが何分深夜をまたいでの値動きになりましたんでやっぱりねその日のうちに決済したいなーって方にとってはまあ少しの利益で今朝起きたらあもったいないことしたーみたいな感じになったと思います。つまりこれが精神力なんですよ。 だからここは難しいところなんで焦らなくていいです。とりあえず、なるほど、本当に解説の通りになったなということを確認できていれば全く問題ありません。損した得したは目先のことなんですよね。これから長い間 FX に関わっていくときに、ちゃんとテクニカルが使えているってことが確認できれば、もうそれは値千金なんですよ。目先の現金10万、20万、それも大切なんですけども、長い目で見て数百万とか数千万を。 ゲットするという風な不責になったと思っていただければと思いますでねやっぱり今までいろんなうーん欲をかいて <laughs> ね苦い経験をしたっていうことがあればあるほど同じように過去のことを思い出してその呪縛にとらわれてね大胆な動きは取れないのはこれ当然なんですよ今の段階ではそれでオッケーです繰り返し申し上げますけどもまずは基礎用語がしっかり入ること人に説明できるレベルでそれがわかることこれが第一段階第二段階は テクニカルをきちっとトレーニングすることなんですよね。何回も何回も繰り返してください。デモトレード、奨学トレード、そして今回みたいな早めの決済で日をまたがないポジション、それは全然 OK です。3段階目は精神力の問題です。自分の仮説が確かにこのままいけると思っても、なかなかね、ポジションを置いたまま一眠りするっていうのは難しいんですよ。本当はね、FX 上手な人は、 ポジション取ったら、しばらく放置で、全くエフェクスなんて見ない。そして、久々に開けてみたら、あだいぶ利益が出てたねっていう形になるんですよ。これは相当な精神力を要します。だって、ポジションを持ったままね、場合によっては、利益がなくなっちゃうかもしれない。損に転じるかもしれないっていう気持ちをずっと持ったまま、楽しくカフェでお食事とかってなかなかできないんですよ。いや、それはね、本当にそうなんですよ。特に、ポジションを、 たくさん持てば持つほどそうなってきますのでまずはワンポジションでやってみてくださいえそして精神力がまだね安定しないと思ったら早めに決済それが正解です無理して玉を持ったまんまトレードを離れるとやっぱりね心もとないですからそういう風な不安な気持ちを抱えたまんまトレードを繰り返してもあんまりいい結果は結びつきませんですので今持っている精神力が耐えうる状態のそのポジションで決済していただければと思います、はい、ここはね 気を強く持ちましししょうみたいなことで後押しを無理にまません。ま、ずは今の自分の現状はここなんだって確認ができればもう十分ですまだまだ道のりは長いですから焦ることはありませんここまでできていれば昨日131円前後で買いのエントリーができればもうこれであとはゴールは見えたようなもんですあとは精神力の問題これはやっぱりねいろんなきっかけや時間そして自分のマインドセットを高めるためのさまざまな経験を通じて育んでいきましょうそれではお疲れ様でございました